どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとしてご利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは直木35作「寛永武道鏡」です えー、直木三十五はですね、1891年生まれ1934年没の日本の小説家です、えー。現在も続いている直木賞の由来になっている作家さんですね、えー。直木賞はですね、主にエンターテイメント系の作品に与えられると言われていまして、直木三十五の作品も、えー、エンターテイメント性に富んだものが。 多かったようです大衆作家として知られていたようですねでその中でもですね仇討ちに関する、えー、時代小説がかなり多くてそれが一冊にまとめられている本も出ているくらいなんですね官営武道鏡も仇ちのお話です、まあ、時代物の,のも剣劇のようなエンターテイメント性もありながら、えー、武士の誇りですとか、えー、そういったものにも言及している作品になっておりますどうぞ最後までお楽しみください それでは、改めまして、本日朗読していくのは、直樹三十五作、寛永葡萄鏡です。それでは、本編を、どうぞ。直樹三十五。寛永葡萄鏡。 1桜井半兵衛は門弟に稽古をつけながら「なぜ助立ちをこのわしがしなくてはならぬのか」と理由を考えていた激しく突き出してくる門弟のやり先をさすがに修練した神経で反射的によけながら声だけは大きく「とっ!」と書けはしたが いつものような鋭さが、門弟が病気かしらと疑うまでになくなっていた。そして、はめ板のところに立ったり、座ったりしながら、ささやきあったり、汗を拭いたりしている門弟を見ても、わしのことをうわさしているのではないか、とか、わしを非難しているのではあるまいかしら、とか考えるようになった。 そ,してそうした疑いを門弟にさえ持つようになった自分の心の卑しさを「育児なしが」と自分で叱りながらしかしではどうしていいのかそれはわからなかった河合又五郎の妹の婿ゆえ助立に出なくてはならぬなぜかなら縁もない旗本があれだけ援助しているのに 縁につながるものが出ぬはずはないもっともらしい言葉だしかし又五郎の殺したのはずまの弟の源太夫ではないか弟の仇を討つそういう法はないはずだもし荒木と一馬とがその法を無視してまた五郎を討つならだりに死闘を行った罪として処分されなくてはならぬしこの明白なことを知りながら 助立ちに出たわしも処分されなくてはならぬそうした場合主君に対してどうして申し訳が立つか美濃国戸田左門氏金の創術指南役として二百石を頂い,いている半兵衛であった旗本と池田との大争いとなって池田公が急死し又五郎が江戸を追われたと世間へ噂の立った時 家中の人々は「半兵衛が助刀に出るだろうか」「そりゃ旗本に対しても出ずばなるまい」「他人の旗本でさえあれまでにしたものを助刀にも出ずしてむざむざ又ごろを打たれたは武士の一文が立たぬではないか?」と言っただが宇治鉄也そのほかの重臣は「緑に出る場合ではない」 と言ったし、家老は半兵衛を呼んであの事件がただの敵討ちとか上位討ちとかなら助立に出ようと出まいと何でもないが五老中まで持てあまされて池田公を毒殺したとかせとかの噂さえ立っている事件だ幕府がこうしてすっかり手を焼いているのに無事に収めようとしているのに みだりに助立などに出て事を大きくしては上に対して恐れがある。いかなることが当家へ降りかかってくるか分からぬ。よいかここの分別が大じゆえ家中の者のが何と申そうと助立などはいたさぬよう。と,くと申しつけておくぞ。と申し渡した。 だが半兵衛は自分に対する家中の噂を聞くと稽古の時にまで考えなくてはならなかった二城中の広場の隅に設けてある稽古場へ行って重役の人々に一手二手の稽古をつけて夜詰めの州のたまり前の廊下へかかってくると 荒木が御前試合の中へ加わったというのはそんなにいい腕かのう一人が腕組みしたまま柱に寄りかかって大きい声で話していた半兵衛はその言葉が耳に入るとともにうるささと軽い憤りとが起こってきた「家中のやつらはわし一人をいじめている」というふうに感じた そして開いているふすまから顔を出して「おそろいだな」と少し青白くなった額をして中へ入った人々は半兵衛を見上げてしばらく黙ったが一人が半兵衛が座ると同時に「お聞きしたいが」と膝を向けた「何を 将軍家御前試合に荒木又右衛門が加わったと申すが、なぜ荒木のごとき田舎侍が歴々のうちへ加わったのでござろうか。是水権にしても、一伝祭にしても、一神祭にしても、天下孔明な剣学であるのに、郡山藩の師範として、たかだか二百石ぐらいの荒木が、なぜこの尊い試合に加えられたか、仮点がいかぬ。腕が優れているからであろう。 一人が言った。半兵衛が「それもそうだが荒木は柳生宗則殿の弟子として又右衛門という田島の神殿の通称を譲られたくらいの愛弟子ゆえと今一つは例の可河合又五郎の一件に助立ちをしておるし一期の晴れの場所ゆえ一生の思い出として荒木も出たかろうし田島殿も出したかったのであろう」。なるほど。 そういうい事情があるかもしれぬ大使は宮本武蔵のせがれ八五郎だというがこれは使い手でござろうか武蔵が好んで養子にしたものなら申すに及ぶまいでは勝負はそれは分からぬ二百石なら貴殿も二百石だが大した総違が六高か,から申せばないわけだが やはり違うものかの甚だぶしつけだがもし荒木と立ち会えば貴殿との勝負は半兵衛は固い微笑をして時の運とひと言言った人々はあまりにぶしつけな質問をしたのに気を覚まして黙っていると半兵衛が「やりを取れば大変ながら」 相打ちにまでは勝負しようそう言うと立ち上がった問うたも者が慌てて「桜井二ご立腹なさらぬよ」と叫んだがもう半兵衛は廊下へ出てしまっていた同じ二百石荒木とわしとだが荒木は午前試合に出て剣士一代の晴れの勝負をしたしわしはこの田舎で。 一生田舎武士の師範で朽ちるのだそう思うとたまらなく不快に歩いている左右の家々も木々も空気も岐阜の一切が嫌になってきた又五郎のことなどどうでもよい荒木とわしとを比べてわしがそんなに劣っているかどうか自慢をするのではないがわしも一流を極めているつもりだ 荒木ももちろん達人であろうがその技の差は紙一重撃つにしても打たれるにしても無駄と負けぬだけの自信はあるまたごろに助立ちするとかせんとかは二の次の話だ二百石と二百石同じ石高で一方は将軍の前にその剣技を見せわしはわしはその試合に選ばれもせぬのに 荒木と同じ6を頂戴している意地悪く見れば殿を欺いているものだ6ぬすっとだよしわしは荒木よりそんなに腕が劣っているかいないか荒木と勝負してみよう武を人に教えるものとして今の一言は聞き捨てにならぬ打たれたならそれは 二百国の腕もないのに二百石を頂戴していた罰が当たったのだ「打てば」「戸田の家中で槍を取っては霞の半兵衛」とあだ名されている桜井であった「打たれてもわしは見苦しくは負けまい」「立派に勝負して御前試合へ出た者の,のみが強いか出ぬものでも強いか」 天下にはわし以外にもこんなうわさをされて悔しがっている市販役が多いであろうその人々のためにもわしは又五郎に助立ちしてやろういや、や助立ちするのではない荒木と勝負をするのだ同じ二百石同士の腕を比べるのだもうくれかかろうとする町の中を冬の初めとて 金火山から山嵐の吹いてくる中を屋敷の方へ急いだ妻が不憫だが仕方がない武士の意地だこれこそ本当の武士の意地だ人には言えぬ半兵衛一人だけのだが我慢の敵ぬ意地だ半兵衛の頭の中は熱を持っていた 我慢のしきれぬ不快な力が体中にあふれてきていた「妙長にでも立ちたい一刻も我慢がならぬ」と感じただが屋敷の門が黒々と見えるとともに「女房が驚くであろうな」と思って胸の中に 固く疲えてくるもののあるのを感じた3女房の梨恵は黄昏近い炎あかりの縁側に出て何か縫い物をしていた玄関に夫を出迎える召使いの声を聞いて縫い物を押し入れへ入れて廊下へ出ようとするともうそこに夫の姿があった おかえり遊ばしませりえはこう言ってちらっと夫の顔を見たが夫の表情はいつもの日と同じようであった今日もよかったりえは夫の性質を知っているだけにいつ助立ちに立とうと言い出すか知れないのを恐れもし諦めてもいた諦めきれぬ思いを諦めようとして 夫の周囲に立った噂を聞いた日から半兵衛と同じようにいや半兵衛以上に心の中で夫と別れる時のことを考えては苦しんでいたその別れは性別であり死別であった戸田の家中の使い手として街道にも響いている夫が またごろうの妹むこでで、あるというだけで自分につながる縁というだけで生死の分からぬ旅へ出てりえは又五郎を兄としていたが好ましい兄だとは思っていなかった梨恵にとって兄と夫との比較は他人と自分との比較と同じようなものであったただ一人の男の子として父母に可愛がられていたわがままな兄 3人の女姉妹の中の子として一番誰よりもうとんぜられていて早く出ていけと言わんばかりに半兵衛のところへ嫁がされた記憶いろいろなことを思い出しても女姉妹同士にはいくらかの親しみを感じたが兄の又五郎には何も感じなかったというよりも玄太夫を殺して逃げた刀の鞘を置き忘れて逃げた という話を聞いたときには、夫の前で口も聞けなかった。世間の夫なら、ヤクザの兄だのうと、不機嫌な顔の一つでもするところを、半兵衛は、船遊びに参ろうかと、理恵の心を察して、気晴らしに連れて行って、何一つ、又五郎のことは口にしなかった夫。その夫が、 兄のために助立ちをしなくてはならぬと家中の人々の噂はリエに二重の苦しみを与えた夫と別れる悲しさそしてそんな兄のためにそんなことをしなくてはならぬ侍の義理と又五郎の妹という苦しさきっと夫は助立ちに行くであろうリエは 自分に絡まる義理、それはどんなこと自分は兄を兄とも思っていないし助立どころか兄の首を打って夫の手柄になるなら兄を打ってもいいとさえ考えているのにその妹に義理が絡まるとはわらわはそんな義理など少しも考えていないのにそんなことのために夫がわらわへ義理を立てる。 それは世間体もあろうが世間体武士の義理そんなものがそんなものが利恵は兄の又五郎が好ましい男なら自分から夫に助立ちをしてやってくださいと言えたがそれさえ言いたくない兄への反感それにその妹への義理立てをしなくてはならぬという世間何という わけのからない世間であろう理栄はそう考えていたがだが武士の娘であったいや半兵衛の女房であった彼女は家中に対する夫の面目のためにいつでも発足できるよう新しい旅支度を整えながらだが泣いていた。 4そういった夫の目夫の口調それからその正しい座り方に梨恵は「今日は」とそう思っただけでもう胸の中が硬くなってしまった「また五郎殿の助立に出る梨恵はうつむいた金がね、 うの噂を存じておろうしかしわしはうわさによってうわさに押されていやいやながら助立に出るのではない形は助立であるが心は荒木又右衛門なるものと人手合わせしたいからじゃお前にだけは打ち明けておくが荒木も郡山で二百石わしも二百石その荒木が今度存じておろう 将軍家の御前試合に出た同じ二百石でありながら将軍家の前へ出られるのと出られぬのとどんな違いがあるかそれを天下に示したい又五郎への助立ちは指導の表向きの意地立てだけだわしは気が進まぬし断る口実は立派にあるただ形だけのことでわしは出たくもないのに 家中の虫けらに評判されたからとて出ていくほどの昇進者でもない。しかし、同じ二百国でも、午前試合へ出る二百国と、出ない二百国とは格段の相違があろうと言われたのは心外だ。殿に対して、わしは、わしの値打ちを示さぬと、二度とこの二百国は頂戴しかねる。それに、今出ぬと、半兵衛目あれ見よ。 荒木が御前試合に出るくらい強いから同じ二百石取りでありながらおじけがついて出ないのであろうと言われるのも無念だわしから進んで誰が何と申そうとも今度は出る覚悟してくれ理恵はすぐ涙の落ちそうになる目を伏せたまま黙って立ち上がると押し入れのふすまを開けたそして 一包みのものを持ち出してきて旅自宅でござりますと言うとハラハラと涙が落ちた兄への助立ちのためとおっしゃれば一度は乙女いたす所存でござりましたなれどわらわの覚悟を示すためとしてはこれこのとおりちゃんと と言って風呂敷を開くと、かっぱ、きゃはん、道中服が揃えてあった。いつ、ご出達になりますかと、そればかり、毎日毎日。半兵衛は、妻の涙をじっと見つめていた。お帰りのときのお顔色。 お出ましの時のお顔色そればかりを見ておりましてお留守の間には旅支度をただいまもこれにて腹巻きを縫うておりましたが未練ながらこれが根性でのお別れになるかと思いますと生きているのもはかなく覚えますがしかし武士の妻としていつでもご出立できるように 用意はと言ってまわた入りの肌襦袢、差し子の股引きそれから立っていって腹巻きにお守り札の縫い込んだのを出してきて守備よく荒木にお打ち勝ちくだされますよまたまた梨絵の声は震えて 唇はけいれんしていた。「時の運にてご不利になりましょうと背に傷を受けずご立派に」とまで言うとしゃくり上げて袖の中へ顔を包んでしまった離れ難い愛着の心を武士の妻として立派に処置している若い梨恵の泣いている姿を見ると半兵衛はなぜかしら また己が人殺しをしておいて己の命を助かりたさにこの罪もない妹をこんな目に合わせわしをも生死の境に置いて。と思うと明らかに形の上において助けに行く又五郎であるのに心の中では軽蔑し憤ったそして わしはわしのために行くのだ。またごろのためにではないぞ。誰がなんじらごとき卑怯者を助けるものか。と思った5。いつどこで敵に会い、撃つか撃たれるかわからない夫の身の上であった。仏壇には、 いつも火が新しくそして影禅が美しくただその中に一つ気味の悪いのは薄着布の上の髪の中にある髪の切ったものであったお家様内山様がお見えなされましたもうりえは家老の来訪と聞いて慌てて客間の用意をさせていると いやかまうなかまうな」ともう廊下に声がして内山が入ってきたそして「おお<う>」と笑ったりえが両手をついて挨拶しかけると「忙しいゆえそのままそのまま」と言って立ったままで庭を見ながら「よい話をお知らせに来た」実はの「はい 手をついたまま顔を上げると「ジョーカーへ荒木又右衛門が一馬堂々で参ったのじゃ」え。えっりえは顔色を変えた茶店であるいは宿でいろいろと半兵衛のことを聞き出してすぐ発足したらしいが宿の者の話によるとよほど荒木も半兵衛のやりを恐れているらしいのじゃ。 繰り返し繰り返し槍の長さとか帆の長さとか得ては下槍か素槍かとかいろいろ聞いて参ったそうだ江戸よりの下り道であろう半兵衛は明大の腕ゆえ荒木も詮索に参ったものであろうが午前試合にて宮本八五郎と相打ちになったほどの勇士が心得とは申しながら 半兵衛のことを尋ねに参ったとは武士の誉れじゃ。半兵衛がおったならひと試合させるものを慌てて立ち去ったと申すが。荒木様とどうしてお分かりにカズマがここの美男であるしすぐ分かって後を追うたがもう足が届かなんだ。荒木ほどの者が用心しておるのだから半兵衛も名誉なことじゃ。 一人で寂しかろうが落胆せずに待っておるがよいこれだけじゃあのお茶一つ内山の後ろ姿へ声をかけたが内山は「またまた!」と手を挙げてどんどん廊下を玄関へ出てしまったりえは式台の上で内山を見送ってしまうと荒木ほどのものが それは明らかに夫より荒木を強いと考えている言葉だ。夫はそれを憤って出て行ったのだが。と思うと理恵は過労に腹が立ってきた。いいことを知らせるとは、夫よりも荒木が偉いということを知らせることではござりませぬ。でも、荒木様は夫のことを尋ねに。と、夫の噂を聞いて、 大敵と思い様子を訪ねに来た又右衛門のことを考えると夫を殺す敵だと思うよりも夫を理解し知ってくれている人だと感じて何かしら親しみさえ感じてきた六又五郎は奈良手買い可愛い人衛門の借仮宅に身を寄せていた 江戸から広島へ、広島から大阪奈良へと己の体を隠すのに忙しかった又五郎はすっかり日に焼けて旅やつれがしていた半兵衛にはそれがかわいそうに見えるよりも育児なしのように見えたそしてそれは又五郎の叔父の陣左衛門も同じことであった神左衛門は、 半兵衛が稚業を捨てて火星に来てくれたのを見てまた五郎に「貴様のめのめして逃げ回るからみんなが迷惑する」と笑いながら言ったそして「旗本への手前旗本があれだけ助けてかばってくれた手前やすやすと池田の者のへ首は渡せんから隠れるのももっともだがしかし逃げ回ったのは面白うない」 かわいいまたごろを宿泊と盾札でも立ててもし池田のものでも切り込んだならよし討たれるにせよ一働き働いて死ぬなら武名は後世に残るがこやつにはその覚悟がない死ぬよりは生きている方が面白いからなまたごろ近頃の若い武士は武士の面目ということよりも金と女と長生きということの方を尊ぶようになった。 時勢らしい」と半兵衛が笑ったそして河合殿と荒木とはご同伴だが荒木はどういう腕人物キャツ田島のお気に入りで今度もお名誉な試合に出たが腕は佐野見わしにすぐったおろうとは思わぬもし今にもキャツと会えば勝負は時の運と妄想か紙一重と妄想か 必ず撃つとも言えぬし必ず撃たれるとも申せぬ人物はまず上出来かのうわしよりは当せであろうかわしはこやつがただ一人で江戸を追われたと聞いた時すぐ助立ちをしてやろうと殿へお暇を頂戴したが何を考えたか荒木というやつはよほどたたんとお暇を取らなかったあの間考えているだけわしより分別があるかのう <laughs> <laughs> また五郎が半兵衛に「おじは拳気質と妄想か一徹者で何か荒木の計りごとにかかるように思えてならん」「郡山の範中の人間に聞いても腕はおじも荒木も互角だが人気は荒木の方が高い」「その高いわけは稽古は上手下手の手加減がある」「ただしおじにはただ荒稽古だけだと」 それでよいのだ。わしの荒稽古一つ受けられんやつが一長寺のあった時馬前の役に立つものか荒木の稽古で下手が多少上達したとてそんな剣術は真剣の時のものの役には立たぬ剣術とはいたずらに死内の末の技ではないぞいざといえば秘水の中へも飛び込む腹をこしらえるものだお前なぞその腹が一番にできとらんぞ 藩兵衛は荒木の稽古ぶりがわかるような気がした人材門は己の腕を頼んで敵を知ろうとしないが荒木は己を知り敵をも知ろうとしていると考えた藩兵衛が来た上は弓槍を立てていつ荒木と出会ってもよいようにして白昼堂々江戸へ入ろうよし撃っても撃たれてもそれが武士らしい態度だならば 旗でも立てて「可愛い又五郎行こう」と書きたいがそうもならんでのう半兵衛。陣左衛門はまた大きく笑った「七」「馬は霜柱をサクサク砕いて白い花煙を長く吹いていた」「長田橋の仮橋の上へ来た時」 半兵待った待ったと人左衛門が後方から叫んだ半兵衛が振り向くと「寒うてならんから一枚重ねる」と声をかけて馬を止めた半兵衛はうなずいたが「油断をしてはいけないのに」と思った寒い朝であったから誰も厚着をしていた その上へまた重ねてはいざという時に働けまいと思ったがしかし荒木の一行が昨日から見えなかったから半兵衛も寒いのに耐えきれまい河合ももう40過ぎだからと思って正面の上野の町やら来た方の山田を見回していた武芸も40を越すと少し下り坂になるかな 寒さがあれだけ身にこたえるだけ若い時よりも衰えたのかいや修行一つだろう。60になっても合わせ1枚でいる人さえあるから半兵衛は神左衛門が相当の腕の人だとは思っていたがその頭その腹において荒木の方が優れていると判断していたそしてわしはわし一人で戦うのだ 誰も当てにはしないぞ。と思うと神社の重ね着に批評を加えたのもいけないように思えた他人が何をしようがわしはわし一人だそう思って馬をそろそろ歩かせるとお待たせ申したと神社が叫んだそして年を取ると寒さだけには耐えきれん。 と言った。一行の一番先には大阪の町人又五郎の妹婿虎や五左衛門が馬で、その次に半兵衛が槍持と下人と小姓と3人を従えて続きその後方に又五郎がとも3人最後に人左門が同じく友3人を連れて槍を立て飾り鉄砲に弓矢を持ち それぞれぞその稚業の格式でいわゆる槍一筋の家柄を見せて上野の町小田町へかかってきた突き当たりが高い石垣でその上に家があった右にはすぐ通世坂の急な坂道が町へ続き左は細い麹を城の裏手へ出る道であったそしてその3つの股道の左右に 鍵屋とよろず屋と2軒の茶店が角店として旅人を送り迎えしていた八半兵衛がよろず屋の角を右へ曲がると同時に左側の石垣のところの木の後ろに立っていた侍が走り出してきた白い鉢巻きを締めて桃友達を取っていた半兵衛が さては、と思ったとき、後方に鋭い気合がかかって、同時に、うわーっと、乱れたった人声が沸き起こった。きすけ、と、半兵衛は手を伸ばして、槍持ちから槍を取ろうとした。そして槍持ちが、はい、と答えて、槍を半兵衛の方へ差し出そうとした刹那。んんその駆け出してきた男が、槍持ちへ切りかかった。 槍持ちがその刀を下げたはずみに槍の絵は半兵衛の手から遠ざかった。気付け半兵衛がこう叫びつつ後方へ横へ目を配ると右側の木立の間から走ってきた侍が半兵衛へ刀を向けてにらみながらじりじり迫ったので半兵衛は槍に心を取られたまま馬から飛び降りて刀を抜くと槍持ちに「槍を早く!」。 と叫びつつ、迫る侍に刀を構えたそして荒木は神座と戦っているのであろう神座もむざむざと打たれはすまいしかし荒木を神座に打たせたくはないわしが強いか荒木が強いかわしはその勝負のために出てきたのだ半兵衛は早くこの下人を切って荒木と勝負したいと思ったそれで 下水産なと叫ぶとじりじり刻んでいった刀を取っても大衆とは段違いであった大衆は真っ赤な顔をして唇を噛んでだが掛け声もできないでじりじり下がりながらしかし必死に一撃を入れようと刀の先の上がりかけた隙半兵衛は「いやいや打ち込んで避けさせて すぐ二のたちに肩を切ると大使はよろめいて三四尺も下がった半兵衛は「槍だ槍を取らぬと太刀打ちはできない」「槍だ槍を取って」神社の方では少しも物音がしなくなった「勝負がついたのかそれとも」と思いながら槍持ちの方を見るともう見物人が坂の上に木の後方に。 石垣の上にに真っ黒になっ黒なていた。そして槍持ちは一生懸命に槍を振り回して半兵衛の方へ渡そうと大使の隙を狙っていたが大使は刀で槍をたたいたり避けて飛び込もうとする様子をしたりして槍持と半兵衛との間を妨げていた半兵衛は荒木がわしの槍を恐れてわしに槍を取らすなと命じたのだと判断した卑怯者 後方で声がした。振り向くと肩を切られてもう蒼白になって切っ先がややもすると下がりがちになってくるのを耐えながら半兵衛に「逃げるか!」と叫んでにらみつけたそして立ち止まって肩で息をした「かわいそうにこの二人がわしを押えにかかったのだ荒木は上手に作戦をしたわしは荒木の作戦にかかったのだ」 今ここへ荒木が来たならわしはわしの増えてな刀で戦わなくてはならぬやりだやりでないと殿の名誉のため妻の志のため自分の武道のためやりを取らぬとと半兵衛はかわいそうだと思ったがバカと叫んで一刀を切り下ろしておいてすぐやりもちと戦っている侍へ のかぬかと叫びつつ血刀を振り上げたその侍が半兵衛の方へ刃をつけ槍持ちが「旦那様!」と叫んで槍の上を伸ばした時「半兵衛!」声とともに大きな足音がした「荒木だ!」と思うと半兵衛は槍の方へ手を伸ばしただがまた槍は ほんの手先のところへ来たままで遠ざかって槍持ちの手の中で必死に振り回されていた荒木だ少し青ざめた顔をして上勢のある荒木が長い厚い刀を構えていた半兵衛よりずっと高くてがっしりしていた羽織もなく鎖鉢巻きをして 十分に軽いみなりではあったそしてその唇に静かな余裕の笑みを見せその呼吸は落ち着きその構えは十分にその足は正確に半兵衛は「あっぱれだ」と感じるとともに槍を持って立ち会えないのが腹たの底から批判してにじみ上がってきた。 何故この後に槍が取れない。負けても勝ちを譲ってもいいから、槍で十分の心ゆくまでの勝負がしたい。この大勢の見物の前で同じ二百石同士が午前試合へ出た荒木と出ぬわしと、どっちが鮮やかか、どっちが立派な態度か。わしが総術の家の者としてせめて最後の働きには、 槍で十分にしやりが半兵衛は自分にやりを取らさぬよう諮った荒木に「どうだ噂を聞いて恐れたのだろう?」と言いたかったがそれは口にすべきことではなかった。と同時に自分の得手を封じて増えてな刀で勝負しようとしている荒木の武士らしくない正直でもない策略のある態度に怒りが生じてきた。 この見物人はそんなことを知らんであろう。わしが美濃の桜井半兵衛であることを知らんであろう。やはり剣術のものだと考えているだろう。それは違うぞ。わしは槍さえ取れば、荒木に五分の勝負はできるんだ。誰か荒木に、半兵衛に槍をやれ、荒木卑怯だと言ってくれるものはないかしら。いや、そんなことを考えるのは卑怯だ。わしの笛手なたちで。 どれだけ荒と戦えるのか。勝敗は別としてわしがどれだけ立派に戦ったかそれでいいのだわしの立派に戦ったことが国の人へわかるなら半兵衛があの時やりさえ持っていたなら荒木と互角だと言ってくれるだろうやりちが荒木の計りごとに乗ったのはわしの運の尽きるところだわしは太刀で立派に荒木と戦って 立派に負けてやろう。武士のおもんずるところは勝敗ではない勝負は末だ勝負をしている時の態度だ半兵衛は西岸につけて荒木と向かい合ったそしてそのままお互いに動かなかったどのくらいたったか 半にはわからなかった呼吸が苦しくなり汗がにじんできたそして荒木ももう微笑を消して目を異様に光らせてそれはかなりに切迫している表情であったわしはわしの笛手なたちでもこれまでに試合をした もうこれで十分だこの大勢の見物の中には心ある人も目の開いた人もいるだろう誰かがこのことを国の人々へ伝えてくれるであろうそれでいいわしが得ての槍で負けたのよりも増えたな刀でここまで戦った方がかえっていいかもしれないそう考えた時一歩下がった。 そしてしまったと心の中で叫んだ何かの上へ足裏が乗って滑ったからであったそして無意識に荒木が打ち込んでくるであろう刀を防ごうとした時体が崩れてよろめいた果たして荒木はこの一発の木を掴んで打ち込んできた 半兵衛は鍵屋の横の物置の中へうんと積んである枯れ松葉の中へどっと倒れてしまった「苦」「体中が疼痛に焼けつくようであった」「喉が渇いて全身に熱が出て気が時々遠くなった」「手当てをし解放し」 薬をつけ飲ましてくれる人の顔がぼんやりとしか見えなかったそして半兵衛の頭もどんよりとしていて時々自分が槍で荒木と戦っているのが見えた「立派に戦ったぞ槍でなくとも立派に」あの枯れ松葉で滑りさえしなかったら勝負はもっと長くなったのだ俺には 二度不運が続いただが十分に戦ったぞこのことを国元へ手紙を書きたいが誰か誰でもいいから誰かぼんやりしてくる頭の中でそんなことを思いながら「わしは卑怯者でない」と一人が首を伸ばして 国元へ立派に戦ったとその人がうなずいた背の傷は倒れてから切られたまったくあいつは卑怯なとその人が答えた 国元へ半兵衛は荒木と太刀打ちをしたが立派に戦ったとしかと申しますぞ気を落とさずに妻にも半兵衛は荒木に劣っていなかったとそう言いながらもうその人の顔が。 だだんだんぼんやりとしか見えなくなってきたわしは立派に戦った見ていた人が知ってくれよう一人が荒木一人が桜井と後で分かったなら知っている者はわしを褒めてくれるだろう御前試合へ出ても出なくても心がけのある侍は同じだと妻に一目。 家中の者にも詳しく話をしたいがここの人は伝えてくれるかしら又五郎の助立ちだと思って悪く言うかいや志のある人にはわかるだろうそう思っているうちに耳も聞こえなくなってきたわしはもうだめかもしれん しかし侍として武術家として立派に働きもしたし考えもした誰かが「いや妻だけはあいつだけは知ってくれるそれでもいい」半兵衛は灰色の中に 自分と妻と。二人きりのところを見た。